皆さん、今日はクリスマスコンサートへのご来場ありがとうございます。第1部でのアナスタシアさんの魅惑のバイオリンの音色と榎本先生の華麗なピアノとの共演はいかがでしたか？どれもとても素晴らしかったですね。先ほどから始まっている第2部で歌っているクリスマスソングは皆さんがよくご存知な曲ばかりだと思います。実は僕たちは先日ソロコンサートを終えたばかりです。とても短い期間しか練習する時間はありませんでしたが、皆さんが楽しんでいただける合唱をし感動をお届けできるように一生懸命練習をしました。今歌っている自分色という歌は僕たちジュニアジェイスコラーズの先輩が作詞し、榎本先生が作曲した歌です。この曲を聴いてなんていい歌なんだと思った方はエントランスで楽譜をワンコインで楽譜を販売しておりますので、ぜひ合唱団との共演です。昔懐かしい曲をたくさん歌いますので、皆さん心から楽しんでいてください。